はっきり言って悪いけどさ、このオープニングの曲売れてんの？今日は気になるダウンロード数を発表したいと思います。ドゥル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 、じゃん。なんとこの曲98人の方がダウンロードしてくれました。マジで？これ、マジです。スタッフに聞きました。いや、すごくない？これだってさ、98もいくと思えないもんね。ねえ、私たちゼロじゃないかって心配してたもんね。私とあんたの親戚集めたってこんな数字いかないわよ。もう16人がいいところよね。この時代にさ、 YouTube とか無料の漫画アプリとかいろいろあるでしょ。ここにしっかりお金を払う、もうこの98人はもう優秀な消費者、もう本当に偉いと思うわ。ありがとうね。それでは最初の動画に行きましょう。私たちのライバルである地下アイドルをカニツネくんがどん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 詰めていきます。どうぞ。はっきり言って悪いけどさ、アイドルから芸人っていうのはあるけど、芸人からアイドルってのはあんまいないわね。そうよね。メンバーの白畑ちゃん、芸人イズムはまだ忘れてないらしくて、なんとアイドルなのにお酒を毎日飲むんだって。日本酒とか白ワインを。それで山手線で8時間も寝ちゃったことがあるそうよ。すごくない？それに肝が座っていて、先輩に対して守りに入ったら売れないって言い切ったらしいわ。もうこういうなりふり構わない姿勢は私も学ばないとね。ということで次はお酒を飲むユッフィーがじわじわと話題になっているカプチーニャンです。どうぞ。はっきり言って悪いけどさ、猫ちゃん可愛いんだけどおっちょこちょいだね。私はこの猫ちゃん笑えないわ。私もね、目が悪いからよく間違うのよ。この前も道路にお金が落ちててラッキーと思ったら紙くずだったり、虫ついてるわよって友達の腕を思いっきり引っ叩いたらほくろだったり、もう人生ミステイクだらけね。聞いてるの？もう。さあ続いては誰がどう見てもイケメンなメンズがどんどん登場する参拝男子です。どうぞ。はっきり言って悪いけどさ、ちょっとカッコつけてんだけど、なんかライブとかではなんかコミカルなとこもあるんだって？そう、彼ってイケメンな上に話術もすごいのよ。しかもね、経歴もなかなか面白くて、アコギ一本で飲食店や居酒屋でパフォーマンスする流しをしていたんだって。夢が武道館でしょ。こういう苦労してる大人ってなんか応援したくなっちゃうよね。私たちももっともっとダウンロードされるように頑張って歌いましょう。